さて、総合文化祭も無事に終わり、俺たち NRC トライブも解散したわけだが。ノン、ビルは解散ではなく凍結という選択をしたのさ。狂言は別に何でも構いません。それにしても突然、元 NRC トライブは放課後オンボロ寮に全員集合だなんて、何かあったのかビル。みんな集まってくれてありがとう。グリムがいないけど今は仕方ないわね。今日はみんなに大切な話があるの。まずはボーカル&ダンスチャンピオンシップ当日の件。みんなの信頼を裏切る行為をしてしまったことを謝罪させて。え？負けを悟ってライバルに呪いをかけようとするだなんて、世界で一番醜い行為だったと反省してる。本当にごめんなさい。あのフィルさんが深々と頭を下げるなんて。でも呪いに関しては未遂に終わった話でしょう。そうだよ、お前はネージを傷つけてなんかない。それは止めてくれたルークやカリム、あんたたちみんながいてくれたからよ。でもそんなあんたたちをオーバーブロッドした私は傷つけた。もしかしたら私もあんたたちも命を落としていたかもしれない。魔力が尽きるほど戦い抜いた後でのステージ、どれほどの気力があったって、練習したパフォーマンスの 100% を発揮できたとは思えない。そんなことね、あのステージは今までで最高だったはずです。そうですよ、シェーンハイト先輩だって僕たちだって今までで最高の力を出し切れた。でもま、その最高って俺らの主観だけどね。お前またそんなことを。生死をかけた戦いを乗り越えて、超ラッキーにもマレウス先輩にステージ修復してもらって、全力でラストまで踊り切った。マジですごかったし、俺だって最高のステージだったと思ってる。でも演者の満足感は観客の満足感とイコールではないということだな。それはエースとジャミルの言う通りよ。後から収録された映像を冷静に見れば見るほど、私たちが普段の実力の半分も発揮できなかったことがわかる。ずれるポジショニング、上がりきらない足、ばらつく指先、あんな激しい戦いの後なんだから当然よ、全力だった。でも万全じゃなかった。私はあんたたちメンバーを万全な状態でステージに送り出すことができなかった。 VDC で優勝できなかったのは私のせい。本当にリーダー失格よ。